るほど。出会ってすぐ二人には強い絆が生まれたのね。そして月日が流れて、あなたはその約束を守り、エリュッドを助けた。よせよ、そういう風に改めて言われると背中がむずがゆくなるんだよ。いいじゃない、むしろ羨ましいくらい。そうやってエリュッドとあなたは言葉交わさずとも全て分かり合えているのね。リン、お前もしかして。ああ、なんだ、悩みがあるなら俺が聞くぜ。え？なんて言うわけねえだろ。お前がエリウッドみたいにうじうじ悩んだりするわけないしな。それに俺はそういうのは苦手なんだ。相談相手なんて向いてねえし。何わけのわからないこと言ってるの？いつもなら怒るけど、今日は許してあげる。今日はとにかく全力であいつを助けようぜ。いつも人のことばかりを心配して気真面目に悩んでばかりいるあいつをさ。ええ、私もエリュッドのために力になりたい。あの日もらった言葉嬉しかったから。